はい、こんにちは。グッドテイスト TV のひろとです。今日はバームのレビューしていこうと思います。はい、こちらですね、ドアーズハードバームです。お値段が 80g で税込み1760円となっております。はい、ということでこちらはですね、大人気ドアーズポマードのドアーズから出てるビーチオレンジワックスシリーズ3種類の中のバームになりますね。こちらドアーズから出てる唯一のバームでしょうかね。こちらですね、バームなのでこうカチッとバチッとセットするようなものではないんですけど、結構テクスチャーがねっとりしっかりしてまして、このハードバームっていう製品名の通り、バームとしては結構セット力がしっかりしてるんじゃないかなと思います。あまりこうテクスチャーがぐじゅっとなりすぎず、髪につけてもテカテカとなりすぎず、やっぱショートとかミディアムのメンズの方が若干こう形を作ってまとめられるようなね、そんな割とメンズが使いやすいバームになってるのかなと思いますね。もちろん女性でもですね、サラサラしすぎずちょっと固めの仕上がり、バームなんだけど割としっかりめに形作りたい方とかにはおすすめだと思います。そして香りはですね、こちらのシリーズビーチオレンジフレグランスということでね、ドアーズらしい強い香りを一日中楽しめるようになってますね。はい、ということで今回はドアーズハードバーム、こちらを詳しくレビューしていきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ登録ボタンポチしてから、よかったら最後までご視聴ください。はい、パッケージです。ビーチオレンジワックスシリーズは3種類とも全部同じ容器になってますね。細長の瓶にイエローで直接デザインが印字されています。正面から見てみると、ハードバームモダンヴィンテージカリフォルニアオレンジとありますね。同シリーズのストロングワックスはサイコロ、そしてグリースワックスはヤシの木が描かれてましたが、このハードバームは鳥さんが描かれてますね。内容量の方は 80g ということで、この見た目よりは、思ったよりは少ないかなといったところかなと思いますが、バームとしてはかなり多めに入ってるんじゃないかなと思います。バームだと一度に取る量が少ないかと思いますからね、 80g も入ってたらまあ長持ちするんじゃないかなと思います。そして蓋の部分はブラックになってまして、こんな感じでここにもイエローでドアーズのロゴ等が印字されてますね。はい、蓋開けてみます。こんな感じでちょっとイエローがかったクリーム色っぽいカラーのテクスチャーになってます。指に取ってみるとねっとりしてて非常に取りやすいです。結構固形感の強い指でガリガリと削り取るようなタイプのバームではなく、非常に狙った分量取りやすいですね。質感としてはやはりバームとしては結構しっかりしてる方かなと思います。すぐに手の熱で溶けてオイル状になるタイプのものとかもあると思うんですけど、こちらはそういう感じはほとんどなく、触っててもあんまりグジュグジュしてこないですね。ただ頑固な感じもせず、手のひらでもねっとり柔らかく伸びていきます。ちょっとワックス要素もあるようなバームって感じのテクスチャーでしょうかね。はい、香りです。こちらのビーチオレンジワックスシリーズは3種類とも全部同じ香りになってるんですけど、はい、こちらですね、大人気ドアーズポマード、この匂いとはまた全然違った香りになってまして、説明読んでみますと、夏の日差しカリフォルニアのビーチに実るオレンジをイメージした新香料ビーチオレンジ、大人のツヤと気品が感じられるスパイシーなオレンジフレグランスがあなたを包みます。ブラッドオレンジ、プチグレン、ベルガモットのエネルギッシュでフレッシュなシトラスから、ウゼアノートにネロリ、ガルバナムを加え、ワイルドでスタイリッシュに仕上げた大人の柑橘系フレグランスです。ということでね、簡単に言うとオレンジの香りなんですけど、ちょっと苦味の効いた大人のビターオレンジの香りって感じですね。オレンジの香料のスタイリング剤って結構他にもあると思うんですけど、パッと思いついたところで言うとデュースのオレンジとかですね。デュースのオレンジはですね、ファンタオレンジそのままの香りで、シュワッとこう甘いね、ちょっと懐かしさを感じるような香りでしたけど、こちらはですね、そのオレンジとはまた全然違った香りになってまして、甘さとかそういうのはね一切ないです。もっとこうビターな深いオレンジの香り、オレンジの実の部分というよりはこう皮の部分のちょっと苦味の効いた香りというかね、そこにシトラスのスーッとした香りも混じってて、ちょっとね渋いオレンジの香りがしますね。そして香りの強さもですね、こちらやっぱりかなり強くなってますね。もう自分でスタイリングしてる時からすごいこの香り感じますし、一度髪につけたらもう一日中匂いが出るようなね、そんな強さがあると思います。これつけるとちょっとしたコロンつけてる人みたいな感じになると思うんで、この香りが好きな方、それから強い香りを身につけたい方にはね、たまらないんじゃないかなと思いますね。はい、髪につけていきたいと思います。問題なくしっとりスーッと髪の上でもよく伸び馴染んでいきますね。やはりバームとしてはあまり溶けすぎないというか、ぐじゅぐじゅっとオイルっぽくなりすぎず、ちょっとワックスっぽいようなしっかりした質感もあるかなと思うんで、ナチュラルにさらっと流すだけじゃなく、少し形作ってまとめるみたいなね、そんなセット力もあるかなと思います。もちろんこれでいろいろ動きつけたりとか、ポマードの代わりみたいに使ってホールドしたりとかっていうのはさすがに厳しいですけどね、あくまでバームなのでね。そしてツヤはですね、あんまりテカテカしすぎないですかね。まあバームということでツヤ強いは強いんですけど、しっとり自然な強さといったところで、なのでよくあるバームのあのテカリ感、ギットリ感、そして髪につけた時のあのヘロヘロする感じ、シナーンとする感じが苦手だよという方にはこちらのバームおすすめかなと思います。最近レビューした中で言うと、レタッチバームとかもそうでしたけど、
けどね、こういうねっとりしっかりめの質感のバームというのはワックスっぽく使える要素もちょっとあるんでね。はい、そして時間経過するとこんな感じになります。セット力あるとはいえやはりバームということで、こういうオールバックみたいなセットをしたらこれくらい乱れますね。まとまり感は出るんですけど、強力なホールド感とか形状維持力っていうのはないかなと思います。その代わりポマードと違って軽くしなやかで柔軟性あるスタイルには向いてると思いますね。なのでやはりセンターパートとかマッシュの方がただサラッと流すだけじゃなくてちょっと動かしたいとか、であとはバーバースタイルでいうとクロップの方がしっとりちょっと毛束感作ってまとめるみたいなね、そういうセットもかっこよく決まるんじゃないかなという感じがしますね。そして再セットについてはこちら言うまでもなく楽々です。手ぐしもコームもスースー通ります。最後に洗い落としなんですけど、こちらバームとしてはかなりいい方かなと思いますね。シャンプー1回でほとんどしっかり全部落ちるかなっていうくらいの感じです。このぎっとり感、髪にこびりつく感の少なさといい、やはりあんまり油分がたくさん配合されてるタイプのバームではないですね。はい、ドアーズハードバームね、こちらもリクエストいただいてたやつなんですけど、確か女性からもリクエストいただいてたかなと思うんですが、こちらいかがでしたでしょうかね。もちろんこちらね、メンズ向け、メンズしか使えませんというわけではないんですけど、今でもどちらかというとね、割とメンズ仕様、メンズの方が使いやすいバームかなという感じがしましたね。というのもこちらバームとしてはあんまりこうぐじゅぐじゅ溶けすぎないので、長い髪につけた時につるっとスーッとよく伸びていくというよりは、ややねっとりこうワックスっぽいようなしっかりした質感があるんでね。なんでバーム使いたいんだけど、こうちょっとこうサラッとペタッとした平面なセットになりすぎたくない方、少しこう立体感出したような使い方したい方に向いてるのかなという感じがしましたね。はい、そんな感じでね、バームは本当近年男女問わず人気のスタイリング剤の一つかと思いますけどね、ぜひこちらもね気になった方はチェックしてみてください。はい、こんな感じで今回はこちらドアーズハードバームのレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。